今回ここポイントです。ファスナー20センチだけど15センチ、開くのは15センチです。ちょっと小さめに仕上がりますが、深さがあるので割と入ります。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらのポーチ作っていきたいと思います。ポーチ部分は15センチなんです。高さというか縦方向は11センチ、まちは6センチです。さほど大きくないポーチですが、割と深めなので結構入ると思います。このサイズも可愛いですよね。材料はこちらです。表布、裏布、ファスナー端用の布、ここの部分です。あとはファスナー20センチ必要になります。ファスナーは20センチです。手に入りやすいサイズですよね。表布と裏布は同サイズ。サイズは16センチ×18センチ、16センチ×18センチです。それぞれ2枚ずつ用意してくださいね。表布の裏には接着芯を貼っています。接着芯こちら愛用しています。この家族の織物タイプ W3 です。貼るのは表布だけです。端布は7センチ×5センチ、7センチ×5センチです。ファスナーは20センチ用意してくださいね。まずファスナーにね、ちょっと印書いておきます。金具の端から15センチのところ、上下に印書いてください。表布の両端から 1.5 センチのところにも印を書きます。 1.5 センチのところです。ファスナーを締めた時に金具が来る方のファスナーの端っこ、裏側に三角に折り上げて縫い留めておきます。端から5ミリのところを縫い留めておきます。表布の端から 1.5 センチのところ、ここをスタートに布と合わせていきます。ずずずっとね。左側は端から縫い始めます。縫い終わりは印をつけた15センチのところです。ファスナーを開けて布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリのところを縫っていきます。ファスナーは開け閉めして縫ってくださいね。縫うのは15センチの印のところまでです。縫えたら裏布を中表に重ねます。表布の縫い目の2ミリ下を縫っていきますよ。裏布も全部縫ってしまってはダメです。表布縫ったところと同じように縫ってくださいね。縫い代を表布側に倒して表布を縫い押さえていきます。この時も布を縫い付けるファスナーの尻尾側、そこは 1.5 センチ開けといてくださいね。最後までは縫いません。反対側も同様です。ファスナーを締めた時に金具が来る方は端から、反対側は 1.5 センチ開けて15センチの部分まで縫います。布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリのところをずっと縫ってくださいね。端まで縫わないお気をつければこのポーチも作りにくいことないと思います。裏布を中表に重ねます。表布の縫い目の2ミリ下を縫っていきますよ。こちら側はファスナーを開けて縫って、金具まで来たらファスナーを閉じてまたズズッと縫いますが、最後まで縫い切ってはダメですね。縫えたら縫い代を表布側に倒します。表布を縫い押さえますが、ここも端まで縫ってはいけません。縫えたらファスナーを半分ちょっと開けて、最後まで縫ってないファスナーの方を線のところにキュッと折ります。 1.5 センチ布が残りますね。ファスナーを折ったまま表布は表布、裏布は裏布と重ねます。布の向きを変えたら、そこを縫い代1センチで縫い合わせていきます。縫えたらサイドを縫っていきます。返し口、裏布のどちら側かに作ってください。縫い代は1センチです。ファスナーを折ったところは折ったまま縫っていきますよ。こんな感じに、ね、折れています。
底の縫い代をちょっとね折って再度縫い代1センチで縫います。折ったところねちょっとボコッとして縫いにくいんですよね。ミシンの金具がぶつかってしまう場合はここまでね縫って、私のこのミシンの押さえだともう縫えないので、ファスナーの厚みを避けるようにもう残りはね反対側から縫います。縫い代は折ってで縫い代1センチでもうダダッと縫っていきますよ。ファスナーの部分はちょっと布送りにくいかもしれません。その際は目打ちなどを使って送ってください。なんとか縫えました。ここね縫いにくい場合は、両サイドから縫って間だけ手縫いでもいいかと思います。反対側のサイドも縫います。返し口は作りますよ。縫えたら縫い代をざっと開きます。もうざっと開いちゃいます。6センチのまちを作ってくださいね。サイドと底の縫い目を合わせて6センチのまちを作ります。まちは4箇所です。縫えたらまちの部分カットしてもいいんですけど、私はこのままそこに縫い付けちゃいます。表布はそこの縫い代に縫い付けて、裏布は返し口があるんですがちょっと気にしないでサイドの縫い代に縫い付けておきます。リメイクしたくなった時、長方形の布の方が使いやすいですからね。返し口から表に返します。返し口はミシンで縫い閉じちゃいます。残るはファスナー端、小さな布の5センチの辺を1センチ折ります。中表にさらに折ってファスナーの幅に折って両サイドを縫ってくださいね。縫えたら表に返してファスナー端にかぶせて周囲をぐるっと縫います。できました。完成です。わーい、かわいくできましたよ。このサイズ感もねまたいいですよね。うん、でピョンピョンピョンがねちょっとアクセントになるかな。このねピョンピョンがあるとないとでちょっとね雰囲気違いますよね。開くのは15センチです。なんかこうやって置いて小物入れにして使ってもいいかなって思っちゃいました。ビヨンビヨンがある方はこんな感じになってます。端まで縫えて、で一応ねここでつながってる感じかな。うん、たくさん作って並べても可愛いです。ここ折ってねちょっと縫いにくいんですが、片側押さえとかだと縫いやすいかもしれません。ファスナー20センチで作るこの形も可愛いです。皆さんもぜひ一度作ってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。 Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。